あいますよ、トーマイニだ。今回なんですけども、黒い砂漠のギャレットと、あとグレートフルについて話していきたいなと思います。で、まあ、簡潔に説明すると、グレートフルっていうギルドはモカフェっていう問題児がね、運営しているギルドなんですよね。で、ギャレットっていうギルドは、黒い砂漠のギルドの中でもトップ3に入るぐらい強いギルドなんですけど、そこが最近、なんかチャンネルあのトークみたいなので言い争いをしてたんですよ。それについてね、今回ちょっと話していきたいなと思うんですけども、まあまず先に結論から言うと、ちょっとそのギャレットっていうところ頭悪いんじゃないかなって僕は思いました。それともただのお人よしか、どっちかだと思うんですけども、うん。で、なんかそのグレートフルとやっぱギャレットって比較した時に、やっぱギャレットの方が全然強いんですよ。どう考えてもどう考えても、あの人数的な差で言うと倍ぐらい違うんですよ、人数が。なんでまあその時点でもう勝ち目はないと思うんですけど、グレートフルのね、普通に戦ったところで勝ち目はないんですけども、うん、なんだろうね、なんでこのグレートフルにまずギャレットが関わる理由がないじゃん。うん、こんなギルドなくたってまずお前ら強えや。うん、まずそこなんだよね。関わる必要もないのに、なんかムキになってモカフェの挑発に乗ってるのか、それとも仲いいのかわからないんだけど、うん、それでもなんかどっちにしろプラスにならないんだよね。ギャレットのプラスにはならないようなことをずっと1時間2時間ねトークしたところでしょうもねえなって思うんですよ、僕個人的にね。うん、でそうだね、それをいいことにモカフェはやっぱ自分のギルドがどんどん宣伝されていくから、グレートフルがこれから伸びていく傾向になってくるんじゃないかなって僕自身思ってるんですよ。まあ僕のチャンネルでも一回取り上げたっていうところもあるんで、まあ俺のチャンネルは大した影響力はないかもしれないんですけども、評判としては乗ってったりとかすると思うので、ちょっとねこのモーカフェに有利なようにね、今黒い砂漠の中が進んでってて、まあ調子づかせたのがそのギャレットっていうところになってくるんじゃないかなって思うんですよね。うん、でそのギャレットがさ、そういうことをやる必要本当にないと思うんだよね。普通にしてりゃ普通に強いんじゃん。現状意思でいいぐらいのレベルじゃん。やっぱ CA よりも俺全然ギャレットの方が強いと思うし、多分皆さんも知ってると思うんですけど、うん、だからこそそのギャレットがそんなことする必要ないから、ちょっとね頭悪いのかなって、むしろ自分のライバルを育てるようなことしてちょっと頭悪いんじゃないかなって僕は思っちゃいました。うん、だからなんだろうね、ギャレットもギャレットでもう少し大人になった方がいいと思う。なんかモカフェと同じ同等のレベルじゃん、言い争いを一緒にしてるってことは。うん、その時点で同等ってところだから、ちょっとレベルが低く思われて逆に評判が落ちるから、そんなやつ相手にしない方がいいよっていうね、今回忠告の動画でした。まあ多分ね皆さんも共感できる部分あると思うんで、まあね、そうモカフェを相手にするってことはそれと同等のレベルになっちゃうんだから、皆さんもあんまり関われない方がいいんじゃないかなっていう僕からのアドバイスでした。てな感じでね、今回の動画終わりたいかなと思います。ありがとうございました。だからベルベットは空の下、歌う声は聞こえてる。